五代目、嵐秋9月3日昭和55年12月27日は、上方の歌舞伎役者、また嵐蔵の名で、サイレント映画俳優。半蔵は誤り。本名は、大江勝之助。屋号は、豊か東屋、城門は五つ、立花、開門は五つ千鳥。拝命によしか、大阪府に生まれる。歌舞伎役者四代目、嵐秋のおいでの地に養子となった。 明治36年7月、大阪道頓堀、弁天座の神波劇、不助器の漁師の子で、嵐勝之助を名乗り初舞台を踏む。大正2年5代目嵐倉を襲名。その後、舞台では、初代中村戦略の相方を務める。他方、昭和2年に帝国キネマ演芸に入社し、サイレントの剣劇映画に、主演、二枚目役で幅広く活躍し実力をつける。 山下周一監督の京角三和月で主演として映画界にデビューし、翌昭和3年には佐藤五木一郎監督の女殺油時刻に主演。以後13作に出演し、すべて主演だったが、同時代の市川桃之助や赤史六郎には人気は及ばなかった。昭和4年、帝国キネマ演芸を退社し、映画界を引退した。昭和20年3月、 養父の名を継ぎ五代目、嵐明を襲名する。第二次世界大戦後も、関西歌舞伎を中心に七代目、嵐義三郎、初代中村松若、二代目、中村聖太郎、四代目、小野駅次郎らと共に老報な脇役として、舞台活動を続け、関西歌舞伎衰退後は、東京に、活動の場を移す。以後、歌舞伎界の長老として、重きをなす。 端的や不け役を得意とし、長い顔と古風な芸で、独自の雰囲気を持ち、ひいき筋に愛された。昭和47年長年にわたる活躍が認められ、君七等随法賞を授与される。昭和55年12月、京都南坂お店の、曽根崎真中、天満屋亭主を務めている時に、楽屋で倒れ、間もなく死去した。すべて、嵐蔵の名で出演している。 ありがとうございます。